少女は、戦国時代の浄土新宗の僧。浄土新宗本願寺派、第十世宗主。新宗親派、第十代門首。山品本願寺住職。意味名は、光教。陰号は、新住院。法院剣僧城。父は、炎女。本願寺、第八世、蓮女の彦。九条直行の勇士。性質は、 二わ重しげの娘、秋吉に。第十一世兼女は長男。年齢は、数え年。日付は、文献との整合を保つため、いずれも、旧暦表示を用いる。英章十三年十一月二十日、誕生。父は、変造院園女、母は軽受、慶寿院鎮英に、大英五年、父方の祖父である、本願寺、第九世孫主、実女の死去により、 十歳で継承し、本願寺、第十世宗主となる。実女の弟で、少女の母方の祖父である蓮順の貢献を受ける。大英七年、当時の本願寺教団と、中央権力との親睦を深め安泰を図るため、関白、九条直行の勇士となって、正連院で、五奈良天皇の弟孫珍宝親のお師として、得度する。協力四年。 本願寺教団内部で対立が起こるが、少女はこれを抑えて、保守の指導力強化に努めた。翌協力5年6月、細川春元からの要請を受けた外祖父、連順の意向でモントを動員し、河地国で退陣中の三好元長を襲撃させる。さらに、泉国まで追い立てて廃止させたものの、放棄したモントは、暴走を続けて、山和国へ来入してしまう。 目的以上の破壊力を保持したまま、とえ転身しかねない一行一騎を恐れた春元は7月に、本願寺と決別して、京都の日蓮宗教団や六角貞頼と手を結ぶと、天文に改言後の8月24日、当時の本願寺の本拠地であった山品本願寺を攻撃し、これを焼き討ちにした。これにより、山品本願寺を追われた少女は、巨匠を、 大阪御坊へ移して、大阪本願寺とし、新たな教団の本拠地とした。その後は、春本の養女を長男、賢女と婚約させて春本とは牧師、室町幕府とも親密な関係を築いて、中央との関係修復に努め、本願寺の大政強化を進めた。また、山品本願寺の戦いを教訓として、 各地の一向一揆に対しても、りに乱を起こさないように命じている。天文15年には、金沢に、小山御坊を築いて、同地方における門徒の統制を強化したが、これは、朝倉市との対立もあって、小女をの時代には、必ずしも、十分に達成されなかった。また、加賀一向一揆の朝廷という形で、北陸地方の門徒集団への介入を深める。 天文十八年、五奈良天皇より、三十六人歌集を貸される。これは、後に、兼与の時代に、石山合戦の和議に尽くした、太鼓を、この絵先久に送ろうとしたもの,の、の天下の宝物をりにやりとりすべきでないとして、辞退されたという代物で、現在も西本願寺に所蔵され、国宝に指定されている。同年、剣僧城に認じられている。 天文23年8月13日、39歳にて、自弱。本願寺は12歳の賢女が、第11世となり継承する。ありがとうございます。